こんにちは、心理カウンセラーの高部です。今回のテーマはカウンセリングと医療は時として連携が必要ですというものです。カウンセリングをやっていますと感情のコントロールが非常に難しい状態になっておられる方っていうのもまあまあいらっしゃいます。そんな時にカウンセリング的に対応するとすれば、これはカウンセリングの間隔を縮めていくということしかないんですね。しかしそれにしても限度があります。毎日も足りないということはあるかもしれませんし、そうなってきますともう費用的な意味で全く現実的ではないですよね。そうなりますとやはり薬によるコントロールというのが入ってくると、そのクライアントさんにとっても実は楽なんです。ただこの薬を使うということに関しては巷でいろんな賛否両論ありますし、何より薬の副作用ということで非常に抵抗感を示される方もいらっしゃいます。しかし実際に薬を飲まないということで起きる弊害ということも非常にありますので、適切な処方をしてもらえるお医者さんであれば非常に助けになるのは確かです。もちろん人間がやることですから個人差といいますか当たり外れというものがあるかもしれません。そういう中でできるだけ信頼のける医師というものを見つけていくということも大切になってきます。関東圏であればカウンセリングだけでは厳しいなというケースにはクライアントさんにも率直にお伝えしますし、そのような医療機関を紹介っていうわけではないんですけども、こういったところがありますよといった情報提供はするようにしています。もちろん強制ではないですけれども、そのような形を取るっていうことが現実的であるっていうことは多いんですね。このようにカウンセリングそして医療っていうのは連携をした方がいいっていうケースもあるということ、その方が辛い方にとってはかえって楽になる、回復するまでの期間を短縮することもできるということは知っておいていただけるといいと思います。ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。